本心から言ってる感じがして、こいつ結構サイコパスなところあんなと思って、酒のせいにして、で酒を飲んでたからお持ち帰りされちゃったとかっていう風に、なんか今回はバドミントンにはそんな直接関係はないんですけども、僕実はジュニアの指導をしてまして、で中学生の男子の指導をしてるんですけど、結構やっぱ練習前とか休憩時間に中学生なんで、その学校生活のことを話してるのが聞こえてくるんで、ちょっと学校生活のことを話したりもするわけなんですよね。うん。で、この前中学校でアルコールのパッチテストを今度するぜっていう話をしてて、僕も昔やったし、あ、最近の中学生もやっぱりするんだと思って、でアルコールのパッチテストの話をちょっとしたんですけど、基本的にまず僕はアルコールはどっちかというと、弱い方がいいんじゃないかなと思って、これどうしたかっていうと、強いと自分がアルコールすごい飲んでるのに気づかなくて、やっぱアルコール中毒とかになったりもするんで、僕は身の安全を考えたら男はね、弱い方がいいかなと思ってます。はい、な感じなんですけど、あ、ちなみに僕はアルコールは、強くはないです。正直言って強くはないし、だから極端に弱くもないんですよね。ただビールは飲めないんで、僕はどっちかというと、ワインとか、ウイスキー、焼酎ぐらいなら、ちょっと飲めるかなっていう感じです。はい、な感じなんですけども、まずアルコールの話をしてたら、とある中学生がアルコールを、飲ませまくって、でゲロ吐かして、で女の子にダイエットさせればいいとか言い出して、こいつやばいなと思ってすごい、それをなんだろうな狙ってないっていうか、笑いを狙ってないんですよ。本当になんか本心から言ってる感じがして、こいつ結構サイコパスなところあんなと思って、でもなんかそれがね、ちょっとやっぱ無理に笑いを取ってないところが僕はすごく面白かったんですけど、もともとそいつってあんまり喋んないというか、地味というか、喋ってもあんまり面白くない、もう本当につまんない中学生なんですけど、だからそれが、僕がこの1年ちょっとぐらい、その中学生と、接してる中で、一番面白かったなと思った発言でしたね。うん、な感じなんで、本当にもう今回ね、バドミントン関係ないんですけども、で、アルコールはね、スポーツ選手でもあんまり飲まない方がいいとかっていうふうには聞きますけどね。うん、で、僕もあんまり飲まないし、で、成人式の時とかね、思い出なんですけども、成人式の日の4次会か5次会ぐらいで、地元のカラオケに行ったんですよね。で、地元の同級生とじゃんけんして負けたやつが、ちょっといっぱい飲むっていう感じの罰ゲーム。これ本当はね、やったらダメなんですけど、本当はね。で、そんなのをやってて、でそのとある同級生がもう本当にもうゲロ吐きそう、ここまで来てるんですよ。で、ここまで来てるから、僕、そいつをトイレに運んだんですよ。そしたら、もう、別の同級生がもう入ってて、もうゲロ吐いてるんですよね。で、しかもその同級生が、便器の中にもう、思いっきり顔突っ込んで、ブーブーブーってめっちゃ吐いてるんですよ。で、それ見て、あ、やべえなと思って、で、一応そいつを先にまず、なんとかして、その後に、一緒に飲んでた別の同級生を、顔面から便器にちょっと突っ込まして、ゲロ吐かせるっていうことをやってまして、これはね、で、これ本当にいじめじゃなくて看病なんですよ、これ。あくまでその悪気一切なくて、ゲロ吐きそうだから本当にもう便器に顔突っ込ませて寝るっていう感じのことをしてて、アルコールは本当に飲みすぎると良くないんで、男子の場合はどっちかというと弱い方がいいかなと思ってます。で、女の子の場合はね、女の子はね、極端に弱いんならもう一切飲まないっていうスタンスを取る方がいいかなという。うん、やっぱ酒の場って弱いと、その勢いでお持ち帰りとかね、されちゃったりもするかもしれないんで、だから弱い人は極端にもう一切飲まないとかっていう、そういう風にした方が、本当にそういうお持ち帰りとかされるのが嫌なら、そういう子は一切ね、飲まないっていう風にした方がいいんじゃないかなと思ってます。で、自分が弱いのに飲んでる人は間違いなくなんだかんだ酒のせいにして、で、酒を飲んでたからお持ち帰りされちゃったとかっていう風に、多分ね、そんな風に、言い訳を作るために飲んでるっていうパターンも結構多いんで、だから本当に嫌なら一切飲まない。うん。っていう風な、スタンスを取ってもいいかなと思ってます。で、弱いのに飲んでるっていうことは、それはちょっとそういうことも、狙っちゃってる女の子なんじゃないかなとかっていう風に、男性諸君は、ちょっと、警戒するというか、そういうことも、視野に入れるというかね、ちょっと、と考えてもいいんじゃない、いいっていうか、これね、なんて言ったらいいかな。そういう、
のを、まあ、言い訳として狙って飲んでるんじゃないかなとかっていう風なことも察して飲みの場での、男女の付き合いっていうのをしたらいいんじゃないかなと思ってます。まあこれは、バドミントン選手でも、何でも関係なく、男女っていう存在ならまあちょっとね、そこら辺も考えてもいいんじゃないかなとな感じです。本当に一切ねバドミントン関係ないんですけども、皆さん絶対に人に無理やり酒を飲ましたらダメですから、本当にねやばいことはありますからな感じです。皆さんくれぐれもアルコールでゲロ吐いて痩せようっていうことは考えないようにしましょう。こんな感じです。では。